ようやくこれで、あ、はい、ミッションクリア、ありがとう。ちょっとナディアこれ、一件落着ね、みたいな、軽く、ドリームスティンガー、なんだ？ポレンアロー。ドリームスティンガーが、ポイズンアローに幻覚を引き起こす花粉を仕込み、敵を恐怖と混乱に陥れます。ちょっと何言ってるかわかんないですね。新コスチューム、亡霊の衣。あ、そういう、おう、ナディア。どうした、何してんの？二人の時間を邪魔したくなくて、少し歩き回ってたの。おう。中にある最後のボイラーを消したわ。これで錯乱状態にならずに、ここを探索できるはずよ。え？素晴らしい場所よね。私でも家を建てたくなるわ。おばあちゃん、ほんの近くにいたのね。今までずっと気づいてたんでしょ。確かに全ての辻褄が合うわ。まあなんとなくだけどね。あ、でもなんかここの式はじゃあおばあちゃんについてなのかな。ちょっとそう、なんか最後に聞きたくなるね、こういうのって。彼女だ。彼女こそが思考の存在だ。暗闇に包まれた辺境の地、答えはすぐそばにあった。俺たちが求めていたのは彼女だった。ただ今まで気づかなかっただけだ。彼女は世界の中心。俺たちを霧で取り巻いて意識を奪ったかと思えば覚醒させることもできる。彼女がその名バーバーヤーガと唱えれば俺たちの傷が癒える。別の言葉を唱えればまた傷がえぐられる。俺たちは彼女の操り人形以外の何者でもなかった。彼女の言葉に従おう。そうだ、俺たちはそのために存在してるんだ。女性だとは聞いてたけど、ここまでできるなんてびっくりだわ。がっかりだよ。俺はなんかババアのなんか決意的なものをちょっと聞きたかったのによ。ここに咲いてる花は谷にあるのとは少し違うわ。ナディアさん好きね、探索。君が強いものを選別して品種改良していったのね。なるほどね。これでナディアさんが2代目になるってことですね、きっと。登るときは気をつけて。風の影響でまだ谷にあるのとは少し違うわ。ちょっとなんか字幕となんか若干違かったんだけど、言葉は。あー、でここから登れるようになったってことか。あ、宝箱。バーバヤーガの武器、鎌だけど魔女の箒に見えるように細工されてるわ。こうやって神話が生まれていったのね。あ、隠された真実じゃないですね。あー、おまけに武器なのに、あの使えない、あのさ、シザーハンズみたいなの手かっこよかったね。欲しいけど、使い道ないか。あまりってか、全く使い道ないか。危ないもんね、あれ、手につけたら。自分が怪我しちゃうもんね。あー、すごい。ゴンドラ?ね、なんかメリーゴーランドみたいに。そこは、そこ行けないのか。ね、メリーゴーランドみたいになってる。嵐の歌でも聴きたくなるね。あー、ジャンプボタンを押してもね、今の、なんだっけ、登る意思しか見せなかった、ララさんが。無理だな。すごいね、この戦いが終わった後、まだ探索をさせてくるっていう、なんだろうな。すごいね、なんだろう。サービス精神がさ、非常に旺盛というかね、まあ、しっかり作ってあるなと。しっかりっていうか、結構なんだろうな、力入れてるよね。ねえ、これくらいの勢いで、昔のね、 PS2 のあのトゥームレイダーとかもね、作ってくれれば、まねえ、よかったんだけど。ほら、ここにも手記があるもんね。手記もう、やっぱ手記読まねえ方が、だってゲーム長くできるからね。申し訳ないんだけど。ま、お話、なんですかね。俺、格闘ゲームとか格ゲーにはさ、ストーリー性をね、結構求めるんだけど、この手のゲームってさ、アクションができれば、それでいいかなっていう気になっちゃうんだよ。これ登れる？掴める。お、さらに上がある。あー、違う、ララさん、そうじゃない。
あ、やっぱ高さによって行けるところも行けなくなるんだな。サイリウム、サイリウム、あ、もうここで行き止めないのか。え、じゃあ何、え、ここ何、なんだ、あ、これ手記だな、やめとくか。意味深な場所に置いてあるけど、これ戦闘中も読めたのかな。あ、でも実際どうですかね、あの俺はこういう こんな、なんだろうな、どっちかっていうとアクションプレイの方にちょっとシフトしてしまう人間なんだけど、いや待てよと、せっかくのなんだろう、その物語の補完、うっく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 っ、待て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 、あー水の中って素晴らしい。ね、やっぱストーリーの補完のためにはああいうね記述も必要かと思うんだけど、なんだろう、その手の手法はでもなんかプレイステーションとかね、プレイステーション2とかさ、そのくらいの、それくらいまでにしてほしかったなと今思いつつも、缶からってさ、持ち歩けないのかな、ポケットに入れられないのかな。実際さ、これ簡易グレネードがさ作れないわけでしょ現段階で。いっぱいです。あ、ここじゃダメなのか、今のところ登っていかないと。何分 ?33分か。これ動力は何なのかな、風車かな、風で動いているのかな。あ、ちょ、危ねえな。この、まあ、PS3 以降のね、このトゥームレイダーで何が一番いいかって、この壁に吸い寄せられるところなんだよね。でもな、逆に言って壁に吸い寄せられるってことは、生半可なジャンプでも割と楽にその届いてしまう。なんだろうな、まあ、落下の心配がないよね、この戦い、 このやり方だと。残念ながら、これどっか登れるのかな。さっきどうだったか全然覚えてねえや。あ、でもそこしかないかね。やっぱりトゥームレイダーね、昔のトゥームレイダーをやってるからかもしれないけど、よっ、よいしょ、ね、こういう動きはさ全然いいなと思うんだけど、やっぱさ、こう飛んで、あ、届かないで死ぬっていう、うんうん、も欲しいかなと思うんだよね。やっぱりちゃんとね死にたい、自己死はね全然欲しいんだよね。何、掘れる、あ、金貨じゃねえ。おまけにハードランニング、ハードランニングって何なんだろう、ハードランニングとは一体。あ、でも探索といっても大した探索はそこまでできないのかな。地図だ、これ壁画かな。あ、壁画じゃねえ。壁画じゃねえのに、いや、壁画なのに壁画じゃねえっていう、この矛盾。なぜかエンブレムをね、壁画とみなすこのゲーム。ちょっと何言ってるかわかんないですね、このゲーム。ねえ、だから、やっぱその吸い込むのってどうなのって思っちゃうよね。で、プラス、このゲームスワンダイブはマジでできなくなったんですか？昔からだけど。あ！俺さ、ボタン今全部押したんだけど、できますね。どのボタンかな？こうかな？あ、違うな。昔のね、トゥームレイダーの方式だと、あ、丸だ。昔だと多分L2 だか R2
だったじゃあ L1 だな。じゃあ R1 かな。あの R 見ながら L って言うからね。とりあえずでもこんなものか、あるものは取れるものは取ったかな。ここがもう正規ルートでないんだったらここにいる必要はないから、問題はこのライフルだな。もうちょっと遠くのものを狙えると思ったんだけど、どうもそんな感じじゃないよね。結構近い敵に向けて撃つ、なんだったらショットガンに近いような運用方法が望ましく見えるんだよね。若干ほらレティクル広いし、これもしかしてこれライフルの皮をかぶったショットガンなんじゃねえか。こんなさ丸いガバガバのねえレディクルじゃあさ、はっきり言って危ない危ないっていうか、ヘッドショットなんか狙えないよね。ね、俺は狙いたくないんだけど、これどうやって潜るんだっけ。ララさん、ララさん待って、 L1 L2 か、何にもねえかな。あーごめんごめん、なんか下には行けなさそうだな。あ、これどうやって上がるんだ。あ、ここかな。あ、やべえ、上がれなくなった。あ、上がり、やべえ、あ、そこか。これ全部、あ、そうだ、危ねえ、終わったかと思ったよ。全部がピッケルで登れる岩っていうのはすごい。ああ、花粉が。ここ渡れないのかな。あ、羽か。地図的に見ると、あ、なんか先に行けそうな感じもするんだけど、あのジジイとババアはどこ行っちゃったのかな。ね、バーバーヤーガとジージはどこに行っちゃったんですかね。一番怖いのがね、ああじゃあもう何もないから帰ろうかなって帰ったらとんでもねえ、まだイベントが残っていたみたいなことがあると困るんだよな。大丈夫かな、帰っちゃって。特にイベント等がなければもうか、あ、やっべ、特に何もせずに、ね、正規ルートの方に戻りますが、それでいいでしょうか。まだ道があったな、まあ、戦闘中になんか破壊できそうな道っぽくもあるけど、ショートカットできそうな。あれ、これちょっと待って、これ下土地じゃねえか。ねえ、下土地臭いですよね。ちょっと待って、俺帰れねえんだけど、出口を完全に見失っちまったんだけど、マジいな。出口はどこだ。ここが出口。あ、ちょっと待って待ってくれ、ララさん俺に出口教えてくれ、俺帰りたいんだ。あ、ここか。あ、よかった、死んだかと思った。どうやってリフトを直したのか聞ければ他の場所のリフトも動かせるかも。え、ちょっと待って、おばあちゃんいるの。やっぱりおばあちゃんどこにいんの。谷にあるのとは少し違うわ。あ、ちょっと待って、これもしかして外にいるとかじゃねえだろうな。あ、いねえな。また会いましょうじゃねえんだよ。ババアの居場所を教えてくれよ。そうじゃないと俺やめられねえんだけど。ダメだ、見つからん。グラグで引き離されたナディアの祖父母を再会した。彼らが行く道は長く険しい。セラフィマは長い間魔女の仮面をつけていた。彼女は普通の世界に完全に戻ることができるのだろうか。
それにイワンは魔女を殺し妻の敵を討つことを願っていたけれど、その二人が実は同一人物だった。何十年も彼が抱えてきた傷は一晩では癒えないだろう。彼らは生き残った。私たちはみんな生き残った。でも辛いだろう。くじけそうになる日もあるだろう。分かっている。少なくとも真実が分かった今、彼らには戦うチャンスがある。それだけでは足りないかもしれないけれど、まずはそこからだ。どうなんですかね、実際。でもなんかもうね、あの再会できた時からもうすでに手と手を取り合って、おかしいな、ショットガンエキスパートショットガン持ってねえから取れねえんだよな、多分。いっぱいエキスパートがありますね。特殊な矢を回収できる。あ、そういえばなんかすげえ坊ちゃんがね、シースルー撃てるようになったんだよね。あと魔女の衣、デスクラウドアロー、ドスグドスだって毒ガスの範囲もう使わないからダメですね。あ、じゃあこれ使っとこうか。ボディートラップスペシャリスト。ちょっと待って毒ガスの範囲がちょっと半端じゃねえんだけど、殺す気満々じゃねえかこいつ。危ねえ女だ。ちょっと魔女の具、じゃあ衣を見てみようか。ちょっと武器のね改造もしたいしね。いっぱいね探索はしたんだけどさ、結局一番欲しいばあちゃんが手に入らなかったっていうね。あ、ちょっと待って、今自分何持ってんの。谷の住民のジャケットね。オッケー。おお、かわいい。あれ、ちょっと待って、これ見れる。あ、ポニーテールになってる。か、あれ、もともとポニーテールだっけ。あ、かわいい。かわいくないですか、これ。ちなみにね、これボーナスは？ポイズンアローの毒蜘蛛の持続時間が延長。全く使わないやつですね。あ、なんだろう。この帽子とか被ってる方が、ポニーテールが冴え渡るというか、ちょっとかわいいかなって思ってしまったララさんは。ね、そんなことないのにね。殺されるわ。さて、武器はレベルアップ。おかしいな、武器のレベルアップはできないんですけど。もうほとんどのレベル全部上げ、あれ、おかしい。あ、これこの辺を上げないといけないのかな。え、マジで。え、だとしたら何が今必要だった。あー、パーツと、あ、パーツか。とにかくパーツが必要なんだね。帰る分にあれか、大丈夫かな。なんか、バグっていうか、死んだりしないかな。ムービーとか出なければ、もうここで電源を、ね、そっと落とすんだけど。何するんだっけ。どっかレバーがあるはずだけど。これか。あのさ、ナディア、いいの？ナディアさんは。まあ、またレバー引きゃいいのかな。え、ちょっと待って、これ、なんか、ちゃんとさ、なんか、帰り道ちゃんと用意されてるとかだったら、ちょっと寂しいんだけど。